俺やっぱり波動に関しては監督やから選手全体の体調を把握せなあかん、はい、ただ一番怖いのが怪我、怪我のね予防をねするのにやっぱりねテーピングが変やって。俺も腰痛で痛い時にはちょっとテーピングして固めてみたら大丈夫やいう時もあるしな、はいはいはい、だからそういう現場で怪我した時でも応急処置でテーピングができる、そして普段はもう最初からもうプレーする前に怪我予防のためにテーピングを巻く、はい、その技術を選手のために俺は身につけるためにここに来た。偉いですね人が。すごいやん。すごいですね、そんな考えてたんですか。そう俺だから意外と責任ある立場に持っていったら伸びる人間かもわからないただ人生51年、はい、責任ある立場になったことはないけど、はいうん、今回初めて責任ある立場で、はい、選手の健康を管理するという立場になってふと、はい、なんか学んどいた方がいいなって。だからここでねそのテーピングのプロにテーピングの仕方を教えてもらおうって巻くか負けるか巻いて勝つぞっていうね俺らは巻いて勝っていこう。ここに来ましたよ、こちらですよ。こんにちは。あ、こんにちは。ここでテーピングを教えてもらいます。よろしくお願いします。正直今俺この間なんかロケで膝ぐねったかなんかで左膝が痛いんですけど階段を上り下りするときにそれいうのをちょっと抑えたりもできますよね。もちろんできます。僕腰痛持ってたんでその時にようテーピングしとけって言われたから大丈夫ですよねそれで、はい、だから俺が覚えてたら選手に何かあった時にサササササってできるわけよ、うん、ちなみに膝の痛みはどれぐらいなんですか。自分の部屋で目覚めてボーっとしたまま階段登るとまたバキッて目が覚めるぐらいの痛さ。なかなか痛いじゃんちょっと待って、病院は行ってないんですか。行ってない。え、大丈夫ですかそれ。こっちね。うんでその子をしてるうちに腰もまた痛なるさかいにバランス崩れてな、だから早いことテーピング教えてもらう。まずテーピングはいろんな種類ありますね。色あるんですけども、色があるんですか。はい、実は色もあります。どんな色がありますか。こちらです。まあまあありますやんか。今まではあれやん。そうです、今まではあれやん。ベージュの色がええ感じやな、こっちの方が見たことない。ほんですぐ気づきそうやのに今まで誰も気づいてないやろこのこと。そうですね。ここオリジナルですかこれは。はい、まあ、うちのタグスローガンがこう巻くか負けるかっていう非常に挑戦的なスローガンにしている。なんで巻く効果とそれから貼る効果2つあるので、うん、まあ後ほどそうです体験してもらいます。はい、じゃあ早速やけどやってもらおうか。はい、はい、お願いします。はい、ちょっと膝を曲げてやります。はい、はい、結構きついですかこれ。あ、これでは痛くないです。痛くないです。体重がかからないと痛くないです。だからこの状態は痛くないです。ちょっと最初両足の膝をまず伸ばしてください。はい、でちょっと感覚的にこのお皿の皮膚の持ち上がりをちょっと確認してみてください。はい、これちょっと引っ張っていただいて、はい、はい、こんな感じですっていうのをちょっと覚えておいてください。はい、はいはい、今日はまず2本だけで効果が実感できる張り方っていうのをぜひ体感していただきたい。じゃあ、こちらの膝をまず曲げます。はい、あとはこっちとこっち側にテーピングを貼っていきます。はい、真ん中をこういう形で折り目を作ってこれをちょっとビリビリっと剥がします。はいはいはい、あとはこのお皿のちょうどくぼんでるところ。はいはい、くぼみ。わかりますわかります。わかりますかね。はい、ここでありますね。はい、ここにテープの真ん中を中心。はい、あとはテープは引っ張らずに引っ張らない。はい、引っ張りません。引っ張らずに今外側折りました。絶対引っ張ってたよね。うん、食べるっていうイメージ。さっきキーワード出たんですけども、実はテープの貼る、テープを巻くっていうところからあって、これは貼る、貼るっていう、貼るパターン、貼る部分に関しては実はちょっと筋肉をサポートするっていうところに関しては貼っていく、関節を固定するっていうところに関しては巻く、同様に反対側も同じように、ここね、ここ、ここですね、はい、そこです。これも貼る、貼るですね。巻くんじゃなくて貼る。はい。で、あとはテープに糊がついてるので、これ剥がれないようにこすって。はい。まじないパターン。はい。しっかり貼る。はい。しっかり貼ります。はい。で、先ほどと同じように一度足を、膝を伸ばします。はい。こちらを伸ばします。そうすると、ちょっとテープにシワができてます。はいはいはい。これが味噌です。あ、できた方がいい。はい。へえ、ちゃんと貼れてる。はい、そういうことになります。へえ。じゃあしばらく貼るものもあるんですけど、その場所、効果によって、いや確かにこれ見たら大丈夫かあいつってなるわ。我々の常識ではそうですね。これがで正解。はい。で、先ほどの同じようにここの皮膚の持ち上がり方をちょっと見て。左側の方が少し柔らかくなって、余裕があるというか。ということはテープによって皮膚がギュッと持ち上がって、そうすると中の動きがスムーズになって、足の動きが改善される、膝の動きが改善される。なるほど。はい。で、ちょっと立っていただいて、少し足踏みですとかゆっくり歩いていただくと、少し膝が楽になる。あ、なる。あ、え、違う。かばわなくて良くなってるで。え？階段行ってみる。階段行ってみる。階段。どっちが辛い？どっちも痛かった。あ、普通に行くのだった。痛くはない。うん。さっきほど痛くは。うん。すごいな、やっぱ。そういうもんなんね。バランス良くなりますね。これだって自分でも貼れますよね。これとできる。ね。うん。ね、俺やったらもうちょっとここの可動部のとこもっと綺麗に丸く切る。俺やったらな。どうせ切るんやったらもっと上手に丸く切るよ俺は。あ、そうですか。はい、そうです。せっかくなんでちょっとふくらはぎ。ふくらはぎは何がありますか？どうなるのかふくらはぎは。Y のテーピング。はい。ちょっと立っていただいて。はい。ちょっと靴を脱ぎます。はい。で、ここにテープを貼っていくんですけども、従来だとまっすぐピッと貼るとテーピングって戻る性質が強いので、ちょっと違和感が出ます。Y にすることによって、先ほど同じように皮膚をこう包み込む。包み込むようにして巻くので、ふくらはぎが結構持ち上がる感じになってきますね。少しアキレス腱を伸ばすようにして、足を少しだけ後ろに下げていただいてます。はい。で、ここを少しアキレス腱伸ばした状態で貼っていきます。はい、剥がれないようにかかとに最初まず貼っていきます。かかと上げていただいてもよろしいですか？あ、なるほど。かかとに一本。はい、じゃあもういいですか？はい、です。あとはもう仮止めでピッとまずはここまで。あとはテープを引っ張らないようにしてふくらはぎを少し包み込むようにして。こんな感じですね。あ、これプロっぽいな。違うんですね。いいね、プロっぽいですよこれ。これも貼ることあるんだよね。で。そしたら足首をこうした時にここにシワができます。あ、できますね。そうするとここのふくらはぎの筋肉がぐっと持ち上がってきます。よく女性で足がむくんだりとかする方、むくみソックスが、それがテーピングでできる。へえ。むくみ防止テーピング。あら、女性必見。女性必見です。へえ。あとはよく寝てる時に足がつる方、ふくらはぎがつる。タタタタッと起きるようなのを、これを貼って寝ることによってそれが予防できる。ああ、ばあさんにと梅干し食べてからね言ったよ。これにかなってます。ああ、それも大手の、それも大手るけど、梅干し食べれへん人はこれや。なるほど。うん。ほう。これでだからこのつけたまま走ることによって何かある効果はありますか？それだって、まあ、走り方も良くなりますし、あ、走る姿勢が、筋肉と収縮、筋収縮しているので、ジャンプで飛ぶ、これでで張ることによって少しジャンプ力が変わる。すごい、やっぱこれがさ、あのベージュやったらさ、そうね、だいぶ違うでこれ。印象が全然違う。ここやっぱここにちょマジックあったらちょっとマジックない？マジックないですか？もうないですか？絵心がないさかいあれやけど、何を描くんですか？いやいや、こうやってこう目玉描いたりとかしてさ、あの中学生とか高校生がさこんなしてやってさ、なんか可愛いなとか言われたいやんか。あの子の膝可愛いな言って。可愛いやろこれ、俺。ああ可愛い可愛い可愛い。シワやってると。ほらほら。ああいい面白い面白い。これ子供たちの中で。流行るな。これもこう頑張れとかさ、あれに書くよりやっぱこっちに書く方がええやん。なんかそうね、そうね。あとね、波動というスポーツなんで、右肘というか利き腕の肘を非常に使うんですよ。あと肩もあります。あ、肩は肩はそうですね。2点ずっとこうですもんね。上げてますもんね。手首をちょっとまあ、はい、反る感じで反ります。一応この手のひらのちょうどこの辺ですね。あんまりこっち行っちゃうと剥がれてしまいますんで、これでギュッと手を反った状態です。あとはこれも同じように手首も引っ張らずに。引っ張ってまうよな。絶対引っ張ってまうよな。引っ張れば引っ張るほどええみたいな思ってるよね。勝手に。またおまじないをしっかりと。でも芸人もさ、若手のうちはさ、みんなボケればボケただけええみたいなんで数打ってくるやつが多いもんな。それがこうベテランになるにつれ、ここ一発しかボケへんみたいな。あと全ての軽く打ってきたボケがこのボケのためかっていうびっくりする量のボケ、伏線で最後回収しよったねみたいな。こっちに動かすとここにシワができますが、ポイントです。これシワがポイントね。でももうちょっとあのボケの話あったよ。そう、しかしさ全然入ってきてくれなかったね。ボケの話がもうちょっとあったから、あのもうちょっと待ってくれたら俺嬉しかった。やっぱり思いが一緒でしたよ。だからええね別におもろい着地じゃなかったから、着地点としては面白い着地点ではなかったからあれだけど、まあまあ話としてはまとめようとは思ってた。え、もうこれでおしまいですか？これでおしまいです。どうですかこれね、ほんまに軽い。ええ、だから本当？じゃあほんまやったらこれな、今後ムービーのカメラマン変わってくるねこれ。俺今これマジでこれはいいよ。これはあの波動的。確かにそうだな。いいよいいよ。よし、はい。そして肩は脱ぎますね。はい。よし、これで YouTube も対応。ほら大丈夫なのかなこれ。え、これで大丈夫だよ。もう乳首隠してるから。ここですね。これここ。はい。これここはい、皆さん覚えてください。ここはい。ここに貼ったらそのままこれも引っ張らずに、そうするとちょっとここにシワができる。シワがないじゃん。そうするとこの動きがスムーズになります。やっぱり肩はね、肩甲骨が壊れてるからこれそんなこううわーっていう感じではないの。でもなんかこう何回もやってたら変わってくるんだから、こっちは軽いわ。これは基本的に内側だけなんですね。もちろん外側もあります。両方で倍増ちょっとやりましょう。そう、カメラマンテープ売れるでこれ。でも確かにそうですね、カメラマンね、肩も乗っけたりするし、こうやってな荷物背負う人とかさ、佐川急便の人とかさ、例えば肉体労働とかさ、やっぱ利き腕でみんなするやろ。確かに。ワークマンと一緒にやったら売れんじゃん。そうね。ワークマンでこんなサポーターどうですかって言って、あ、これも白い、ここも白い、白い、これ、え、変わったのなんか軽なったような気はするけど、こっちの衝撃がやっぱすごかったね、最初実感は。でもこれ何発も繰り出してたら変わってくるかもしれないね。変わってくると思う。だいぶ色がついてるだけでやる気が出る。やるぞっていう。まあね、乳首にピンク貼ってる人が言われてもね。いや、それはもう知らない。何を言ってんだこの人って。これに合わせてるから知らない。でも今度は俺が自分自身で現場でせなあかんさかいな、選手のために。はい。勉強する。これほら。うまい。うまい。なるほど。よし。さあ自分で貼った感触を。うん。上手にできてると思うよ。いい感じです。じゃあもう選手に貼れますね。貼っていけると思います。はい。じゃあさ、一緒に波動を盛り上げるためにさ、仲間になろうぜ。仲間になろうぜ。オッケー。いいですか？いいですよ。テーピング使い放題？いいですよ。いいですか？はい、やりましょう。ほんならほんまにあれやんか、来てもうて、うちの選手たちにもちょっと覚えてやらそう。ちょっと待って、ちょっと話が変わってきてますけど、何がもともと監督、総監督がみんなに貼るっていう話だったんですけど、今各自やれみたいなことになる。いやだから自分がやってみて分かったんや。一人一人こんな丁寧なことやってられるかって思ってやるんだもん。先生の教えてもらってやったらええやんな。もうわしがしてるからな。で結局思うたんが、もうこんなこう色ええ感じであるやんか。だからもうこれは作る必要ないと思うの俺は。実はなんですね、はい、この色でさらにもっと違うもの、水とか汗に強いものがあるんですよ。それ用にこれを作ってるってこと。そうですね。これどれぐらい強いんですか？実はこっちがプレディの超撥水っていうテープになります。約6時間ぐらい水を流してるんですけども、こっちが他社のもの、同じような撥水のテープなんですけども、プレディの超撥水は生地がポリエステルの生地なんですね。それだからスポーツは絶対汗かくもんな、スポーツする人は。水泳も剥がれます。水泳もいけんの？海でも早く色をつけなさいよこれに。早くこれに色をつけなさいよ。そんなクロールでかっこいいやん。こんなん貼った水の上から手が上がると赤でバッシャーで赤色とかめっちゃええやん。じゃあ成人とかのサポーターとしてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。失礼します。また見つけたね。ありがとう。ありがとう。よろしくお願いします。